あと金土日はなるべくね強いコンテンツを用意したいと思ってたんで、で第6位がちょっとびっくりしたんだけど14案ですね。みんな見るんだね。では3月25日に振り込まれた額を発表します。その額は始まりました。モリテッチャンネルです。今回はですね、まあ、結構ね、この企画待っている人もいるんですけども、2020年2月の収益発表します。全て言いますよ。まあ、僕、隠すつもりなんか全くないですから、全部発表してしまいます。チャンネル登録、およそ5万人。5万人にしてください。皆さんお願いですから。あとびっくりしたよ。今までいろんなチャンネルでも言ってたじゃないですか。女性のチャンネル登録者数の割合が 10% とか 9% なんですよ。って言ってたじゃん。昨日見たらね、6% だった。やばって思った。英語チャンネルなのに男ばっか見てる。でも、今度イケメン男性の俳優出すから増えるかな。でね、本当はね、今日出したかった動画があったんですけどね、前からすごくリクエストがいっぱいあったね、ある人とのね、コラボ実現しそうだったんですけど、今の日本の状況ですから、実現できなかった。3月の最後に、うわ、ついにあの人来たってね、ってなったんだよね。まあ、いつか実現させたいので、待っててください。収益いきたいと思いますね。サブチャンネルでね、クレジットカード止められたって言って、ちゃんと Google からお金振り込まれなきゃ家賃払えねえみたいに言ったんですけども、ちゃんと振り込まれて家賃払うことできました。ではですね、前にね、出したのは12月30日かなんかにあげたんでした。YouTuber 生活1年目っていうのを全て出しました。12月23日に振り込まれた、まあ11月分ってことですね。それが23万6504円だったと。ついに家賃が払えるぐらいになったぜ。って言ったやつです。で1月22日に受け取ったのが、まあ、12月分ですね。それが199,946円か。199,946円ね。ってことです。まあちょっと下がったって感じですね。それでもまあね、家賃は払えるぞって感じなんで、2ヶ月連続で家賃が払えるくらいはもらえたと。そして2月25日に振り込まれていたやつ、それが38万3400円。さあついにね、30万円台を突破しました。これで家賃とオフィスのお金が払えるぐらいになりましたね。まあ、ちょっと光熱費とかわかんないので、全部合わせて賄えたかな。いや、でもやりましたね。ここまで来ましたよ。1月どれが一番再生されたかっていうと、細井先生の医学部ランキングも、なんか1月のだいぶ序盤に出しましたよね。もう狙ってきました。これ、10万再生絶対取るっつって出した動画で10万再生超えてますよね、今ね。で、2位が関先生ですね。スタディサプリの関先生が登場ってやつね。センター試験の前日ですね、に出して、これも狙いに行きましたね。で、3位がセンター試験をね、何分で取れるかってやつです。まあ、これももう完全に狙いに行ってますね。4位が再び関先生ですね。その予備校で成り上がってったってやつ。で、5位が森鉄何者ってやつね。そんな感じになってます。あとはね、英単語ミシュラン入りましたからね。次に。その後、TOEIC 公開テストね。まあ最近、TOEIC 実施されてませんが、公開テストの感想だったり、センター試験のね、分析とか、日枝先生のね、英語おすすめ参考書なんていうのも、ランキングに入りました。で、10位がもう、本当に1月の最後だったのに、関先生のね、スタサプに関する動画も入りました。すごいですね。関先生が3つランクインって感じです。あ、そっか。ってことは1月分って多分もうサブチャンネルが収益化されたから、ちょっと入ってんのかな ?3000 円ぐらいかな。確か入ってた気がしますね。1月って。では3月さあどうなったのかっていうことですね。ややこしいな言い方が、3月に入ってきたお金、つまり2月分の収益になりますね。2月の動画ですね。まあ当然受験期ですから勝負かけたんですよ。まあ知ってる人もいたと思いますけど、まあ1日にね何本か出るなんてこともあったと思います。まあいろんなね、大学の公表したりとかやりました。もう2019年の段階で決めてたんですよ。その1月のセンター試験から2月の次第国立の2次っていうので勝負に出るっていうのは決めてた。では3月25日に振り込まれた額を発表します。その額は66万1349円ですね。来ましたね。およそ2倍ですね、1月のね。ドンと上がりました。いやー結構びっくりしました。こんなに上がんだなと思って、ついにもう確実にね2つの家賃を超えましたからね。生活できますよね、 YouTuber としてね。いやーすごい思った。でこれで企業案件とかもあるわけですから、すごいね。大物 YouTuber たちでだってさ1日でこれ以上もらってるわけでしょ。
まあ、ある意味夢あるなと思いましたね。で、内訳として YouTube に表示されてる内訳とはちょっと合ってないんだけど、数字がぴったりは。一応この66万のうち4万ちょっとがサブチャンネルのものだと思います。なんでメインチャンネルが61万か62万っていう感じになりますね。で、収益が最も高かった動画はエフラン大学の授業ですね。はい、私がエフランについて説明したやつです。これね、本当は出したかった動画が出せなくて、その日急に急いで作った動画です。これ本当にその動画出す4時ぐらいに作ってる動画です。これ4時半ぐらいまで編集してたんだよ、確か。この動画だからそのポンと出したのが、まあ、いずれは出そうと思ってた内容だったんで、温めてはいたものだったんで、その金土日はなるべくね強いコンテンツを用意したいと思ってたんで、でもこの日 あるトラブルがあってできなかったんですよ。なんでうまくいった。で、2位が1月に続いて医学部ランキングですね。細井先生のやっぱ人気ですね。で、3位が日本一難しいですね、早稲田大学理工学部の英語に TOEIC 満点講師が挑戦ってやつですね。はい。で、売上4位が若手 TV ですね。はい、コラボが来ました。で、5位が若手 TV 高田風味東大挑戦ですね。いやすごいですね、やっぱ人気ですね。で、第6位がちょっとびっくりしたんだけど、英検準2級面接対策、重要案ですね。みんな見るんだね。まあ、てか再生時間が長い、やっぱりみんな、まあ、試験までに知っとかなきゃいけないから、最後まで見てくれる人がすごく多いわけですよ。で、次が共学日本一の新幕、あ、またね、細井先生ですね。で、その次が英検2級面接対策、うわ、面接ってやっぱ重要案ね。で、その後東大回答速報があって、で、吉野先生ですね。吉野先生のはすごいですよ。2月29日に出してるのに6時間ぐらいでランクイン、かあ、すごいですね。再生されてんのどうなのって連絡来た時に、ね、あ、すごい、はい、再生されてます、すぐ10万再生いったんでって、ね、昼飯ぐらいおごってくれてもいいんだぞって言われました。第11位には早稲田社学が難しすぎるっていう英語の公表がありましたね。まあ、2月は公表動画をいっぱい出してったんで、これが良かったかなと思いますね。まあ、再生時間っていうのがね、かなり重要になるんですけど、公表動画はその実際受けた人とか、ここ受ける人っていうのが、まあ、見てくれるんですけど、一般の人はただどんなんかなみたいな感じでクリックするだけなんで、平均再生時間は非常に短いんですよ。ただまあ、この社学のやつは結構長い時間見られたっていう感じですね。本当はね、もっとね、この公表動画ね、たくさん出したいんですよ。だから問題自体はたくさん解いてあるんですが、時間がない、撮影して編集する時間がないのですいません、やりたいんですけどね、もっともっと解いてあります。あの名古屋大のリクエストとかさ、神戸大のリクエスト来たじゃないですか。だからどっちも解いてあります。でも時間がないんです、すいません。で、その後はね、カリスさんの16歳で東大合格、天才カリスの英語勉強法とかね、僕のね、孤独な学生時代、陰キャが東大合格するまでね、なんていうのも入ってますね。12位ですね。まあ、分かったことはやっぱね、長く再生されるにはやっぱこの業界の有名人、関先生だったりさ、吉野先生だったりとかっていうスーパースターが出てくると、やっぱ長い時間再生されるんですよ。うちのチャンネルなんか普通10分以上の動画出てるのに2分から3分なんですよ、平均がね。でも関先生とか吉野先生が出るとやっぱり5分とかいくんですよ、平均が。だから全然違うわけですね。で、同じようにあとは英検とかね、その役立つ情報っていうので長く見てもらえる、おすすめの参考書だったりとか勉強法っていうのはやっぱり長く見てもらえるんだなっていうのが分かりましたね。英検に関してなんてあまり参考書とかに載ってないようなことまで書いてありますから、まあ、同じようにこの大学入試問題の分析とかっていうのも予備高校誌なんで他では出せないところですね。自分が分析してるとか、あと統計の問題なんて非常に難しい英文が出てくるわけじゃないですか。で、そこでやっぱ英字新聞とか雑誌に載ってくるような情報とか背景知識みたいなんですね、そういうのを与えることができる。だ、問題に関する分析だけじゃなくて、こういう単語がよく出ますよとかさ、こういう事項がよく問われますよっていう知識も与えられるし、この世界のニュース見てるとこうですよ、世界のこの新聞読んでるとこんな感じで出てくるんですよっていう情報、背景知識ですね、っていうのも与えられるんで、まあ、そこが評価されたというか、まあそこがされるだろうと思って動画作ってきたので、まあ、それがうまくいったって感じです。で、あとは英検とかっていうのは面接の時になるとまた再生されるんですよ。で、しかも1回の英検の面接って2週間あるん で英検直前になったらこうウィン1週2週みたいな感じでウィンウィンってですね、上がるんです。まあ、なるほどねって感じですね。まあ、夢がある。本当に見てくれる皆さんのおかげですから、その一緒にやってくって感じですから、本当にまだね
チャンネル登録してくれてないで見てる人が 80% 以上なので、そこでぜひお願いします。5万超えて、そして4月に授業動画スタートさせたいので、ぜひですねチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ほんとね、出る予定だったビッグゲスト、今年中にはぜひ出てもらおうと思いますので、自分が行こうかな、もうやりますので、ぜひですね、そう出てほしいっていうね方のリクエスト、コメント欄でお待ちしておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ネタバレは消してっちゃいます。4月にね、3月度の収益も発表したいと思いますので、それも楽しみにしてください。さっき発表した収益よりももちろん上がりますよ。はい、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.